お題はいいですか。こちらでございます。どうぞ。色気が最強。いや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 、皆さんが望んでるやつですよ。そうですよね、そういうやつなんです。そうですよねとか言っちゃった、当たり前のように私引き出しあるみたいに言っちゃいましたけど、そうですよね、欲しいですよね、色気ね、あるある、準備あるある。え、どうしよう、色気色気あるキャラはね、でもたまにね、作品としてもあったりもしますし、私的にはニヒロちゃんも割とある方だと思うんで、ね、そうだね、そうだよね、そうだね、そこら辺はもうやっぱりドントシンクフィール、考えるな、感じろだよ。感じる、そういうことなんだよ、私が感じる色気を。どんなジャンルでも500人はファンがいるから。そうなんです、なるほどね。じゃあ500人に届くように、そうですね、方々に向けて。それではいいでしょうか。はい、それではまずはですね、じゃあ上田さんか、一緒にやる、せーので、じゃあ行きましょう、一緒に行きます。せーの、色気あるポーズです。どうぞお願いします。はい、じゃあちょっと言い訳を聞いていきましょうか。言い訳。ここほら見て、ここ今日スリット入ってるんで、あ、スリット、なるほど、うわ、セクシー、生放送で結構攻めてるのに、めちゃめちゃセクシー、これ以上だね、そうだね、素敵、あとは感じてってことね、足出した方がいいかな、あ、ダメダメ、それ以上ダメダメ、まだ守って守って、出さない、うつ、これは何が出てる、これ壁ドンです。壁ドンだ。あー、今画面上のみんな壁ドンされてるんだ、もう一回ちょっと映して、壁ドンされてる、目つむっちゃえ、よし。はい、というわけでございまして、うわー、これ判定は、あー、上田さん、おー、本当に。ねえ、今下から舐めて取ってもらってたのに。いや、下から舐めたところでやっぱり壁ドンの方が強いわ。画面の向こうで目つむってえわ。ありがとうございます。私が神です。